シュ！ナッシュ！ナッシュ！どうしてこんな？ふざけんなよ。お前が死んだって、罪は消えねえよ。俺も、ソニアも、苦しいままじゃないかよ。ナッシュ。許さない。お前だけ死んで、逃げて、楽になるなんて、絶対に、許さない。だけど、もっと許せないのは、俺自身だ。憎いのに、殺したいのに、助けられたままで、そんな、惨めなまんま、逃げられて、たまるかよ。ナッシュ、もう喋るな。ごめん、ナッシュ。君の言う通りだ。俺は、逃げようとしてた。楽になりたかったんだ。だけど、そうだよね。俺が死んだって、罪が消えるわけじゃない。残された人たちは、苦しみ続けるんだ。だったら俺は、俺は、こんな茶番だな。お涙頂戴の安い芝居はうんざりだ。楽になりたいなら、今度こそちゃんと殺してやるよ。楽になる道は選ばない。俺は、罪が消えないなら、俺は、背負って生きる。なんだこの光は。ごめんね、ナッシュ、ソニア。勝手だけど、俺は生きるよ。正しく生きて、世界を変える。どんなに苦しくても、もう逃げたりしない。憎まれ続けようと、分かってもらうしかないんだ。罪と共に歩むこの生き様で。そんなお前の覚悟など醜い人間たちは許容しない。意味などあるか、不思議ごとに。何言ってんだよお前、バカみたいな綺麗事だから。面白いんじゃねえか、ビシャス。おや、カナボンなんか変わった？元気そうで何よりや。ユナもカナタ、ブシカ、ミゼラ、それにイージス。トガミトどもが数を揃えたところで、エスバニラ、俺たちはお前には負けない。悪意で人を殺して喜んでるお前は、お前の言う醜い人間と何ら変わらない。そんな人間に俺たちは負けない。罪を犯したトガミトが言うことか。確かに俺たちはトガを背負ってる。だがそれが罪だと理解してるつもりだぜ。正義感ぶって人さばいて気持ちよくなってる。お前と違ってる。黙れ黙れ。人間が醜いなんてよう言うわ。全部の人間に会ったわけでもなしに、一つの物事だけ見て全部を知った気になって決めつける。あんたみたいな人を正すためにジャーナリストは頑張らなあかんのかもね。おおきにエスバニラ、うちちょっとやる気出てきたわ。愚かな人間がいることは否定できない。だが人が変われることを俺は知っている。変われないと、滅ぼすしかないと諦めたお前などに人の可能性を奪わせはしない。
私ももう迷わない。やろう、カナタ。みんな、行くぞ。踊ろうぜ。ド派手にな。世界の敵様のお通りだ。踊ろうぜ。自覚するがいい。醜い人間に組みすることの愚かさを。かわいそうな人、一部の人間だけを見て全ての人を醜いと決めつけるなんて。一人一人の人間をちゃんと見て自分の頭で考える。そのことから逃げたお前なんかに世界を変えられるわけがない。もう終わりだよ、エスバニラ。いまいましい限りだが、そのようだな。醜い人間を滅する。俺の崇高な目的をこうも邪魔立てするとは。あなたは、どうしてそこまで。俺の父親は、芸術作品が展覧にふさわしいかを判断する芸術監視官だった。ある時、過激な作品ばかりを無許可で展示する展覧会が催された。人々は作品の内容を不快に感じ、怒り、嫌悪し、作品を展示していた芸術家の何人かがビジョンオーブで執行された。これ以上騒動が広がることを恐れた父は、展覧会を強制的に中止させ、作品を処分した。だが、その結果、今度は父に対し怒りを向ける者たちが声を上げ始めた。権力により、芸術作品を葬ることは、すべての芸術への冒涜だなどと言ってな。怒りは増幅し、憎悪は蔓延し、結局父もビジョンオーブにより執行された。そんな。その事件、うちも聞いたことあるわ。当時表現者の間でかなり話題になったっちゅう話やったな。まさか当事者に息子がおったとはね。醜い人間どもには思想などない。考える頭も、見渡す視野も、他者を思いやる心すらありはしない。条件反射の怒りで、人を裁く醜い人間がどれほど多いことか。だから、そいつらを排除しなければ、世界は変わらないんだ。そんなことない。たとえそれが事実だとしても、醜い人間が大勢いたとしても、きっと変われる。
俺はそう信じてる。また綺麗事を。エスバニラ、そっちは。運命をお前たちに委ねるつもりはない。カナタよ、愚かな人間を信じたいなら勝手にしろ。勝手に信じて、勝手に絶望しろ。あいつ、自ら崖に。エスバリラ、この高さ、まず助かるまい。大して変わらない。俺も一歩間違えればあの人になっていたかもしれない。カナタ、これからの俺を見ていて、エスバニラ、あなたが間違っていたことは俺が一生をかけて証明してみせるから。